今回ジャランさんから30周年のショートフィルム作ってほしいっていう依頼で、ジャランのサイトで予約、そのランキングの第1位が東京だったんですよね。それが個人的にはものすごく驚きで、東京って僕からしたら住んでる街であって旅先ではなかったわけですけれども、まあ、確かにこの街も誰かにとっては、東京以外の人にとっては旅先なのだなと、そういうところが面白いなと思って、で2位がまあ北海道だったので、1位の東京と2位の北海道で群像劇のスタイルで全然違う場所で、異なるドラマが、進んでいくんだけれども、それが交差していくみたいな形の、まあ、ショートフィルムを作れないかなというふうにまずは思いつきました。森七菜という女優は、まあ、最近一番なんていうか僕は面白いなと思っている女優さんなんですけど、本人もその今までとは違うことをやってみようと思ってくれていたんだと思うんですけど、結構トリッキーなアドリブとかいっぱい出してくれて、今回自分にしか出せない、まあ、表情もいっぱい撮れたのかなと思ってて、楽しい仕事でした。成田君は本当にこの数年間で成長していて、実際演出する立場として向き合うと自分からアイデアも出してくれるようになっていたし、いろんな監督の主演も経験されて、本当に俳優としてなんか大きくなってまた再会できたって喜びがありましたね。旅行に行くことでなんか新しい出会いを求めてくれたらなって思いました。そうですね、この北海道に行ったりとか東京にまたいらしたりするには、指先一つで行けちゃう、ぜひじゃらんでお越しください。人気旅行先1位の東京という街の良さだったりとか、2位の北海道という街の良さっていうのも存分にあるし、やっぱりバンプオブチキンさんの曲も素晴らしいんで、まあ、なんか動画を見て癒されていただいて、じゃらんで旅行していただけたらなと思います。はい、好きです。好きです。本当に好きです。はい、好き。大分だもんね。大分です。もう大分本当いい旅行先だと思います。もう大好きです。温泉もあるし。いらしたことあります？行ってみたいです。行ったことないんですよね。温泉いいです。やっぱ温泉僕まだ1回しか温泉って行ったことなくて。大分はもう車走らせてればあります。なんやかんや、もうちょっと走ってればあるんだ。そのそっか、海の、 塩湯、海の近くに塩湯っていうのがあって、それすっごい気持ちいいんですよ。気持ちいいんだ。ちょっと舐めたら塩辛いんですけど、うん、汗じゃなくて、おじさんの汗じゃなくて、海か。海ですか。いいな。僕この間福井にそれこそ温泉入りに行ったんですけど、恐竜博物館も見たかったし、でもこう日々の疲れを癒しにと思ったんですけど、割と移動で疲れちゃってヘトヘトでした。でもすごい楽しかったですね。なんかこう心は豊かになったので、こうちょっと普段行かないとこに足を伸ばして行ってもいいなと思いました。毎年家族でよく旅行行くんですけど、冬の北海道と夏の北海道両方知ってるんですよ。それがすごいなんかいいんですよね。何にもしないをしに行きたいですね。箱根かな。箱根で2泊、うん、何もしに行かない箱根っていうのを調べてます。じゃあなんでパッと沖縄パッとで出てくると思わなかった。沖縄がなんかいいね。沖縄、沖縄って力んじゃうじゃないですか。あーよしって思わないとね。あーなんか3日間ちょっと現地の方たちのような生活をちょっとしてみたいです。もうサンダルとなんかもう半パンで国際通り歩いちゃうみたいな。やってみます。国際通りは行くんだ。国際通り沿い のホテルに泊まる予定です。僕一人でスリランカに行った時に、去年一昨年か一昨年一人でこう運転手さんだけお願いして、運転をお願いしてて、一人でってなってくるとめちゃくちゃ心が強くなるし、もう誰も頼れないので、こう
どうにかしてコミュニケーションをっていうのがあったんで、日本帰ってきた時とかもどっか旅行行った時とかは割とこうアグレッシブに行けるようになったなと思って、割とこう潔癖気味だったんですけど、割とその辺の強さも手に入れた気がしますね。ガツガツタフになりました。でも大分から通ってると本当東京が旅みたいな感じなので、田舎と両方こう行き来してることによって、いつも旅を繰り返してることによってどっちも好きになりましたね。ここだ。